おみさん、 JB1046262 です。今回は高中母艦を作ってみました。現代の、水上艦でいう航空母艦、空母のようなものです。名付けてこれは出雲型高中母艦出雲です。モデルは、名前の由来は海上自衛隊の護衛艦出雲なんですけど、形はあまり意識していません。宇宙の空母ということで、結構水上艦の空母とは違う感じにしました。主な武装は2連装ショックカノン1機、そして副砲の3連装フェイザーカノン1機、対空防御用の小型粒子ガトリング砲が4機、そしてミサイルポッド、側面ミサイルポッドが合計6機、ここに追加されました。武装は以上です。中母なので、結構、武装は他の艦艇に比べて、薄いです。取れてる。エンジンの紹介です。まずメインのワープエンジン、そしてここはサブエンジン、そしてここは2つが補助エンジンです。現在ここは今気づいたんですけど取れています。そして大まかな説明で、戦闘機を発艦着艦させる、格納庫はこの中です。このように隙間が空いていて、この中に戦闘機が格納できるようになっています。この中母は、揚陸艦としての機能も備えていまして、戦車、小型戦車が、こう下に2機収容できます。これが入っています。大体はここからこのように開けると全て出てくるという感じなんですけど、うまくいきません。全体的な感じは、ここは、第一環境、第二環境で、ここが、メインの環境となります。そして、前回作った大型砲艦金剛の特徴を、いくつか受け継いでおり、このウイングのような部分は金剛の使ったものをそのまま使っています。金剛を改造してまた作ったので、全部の艦艇そうなんですけど、雪風からこの出雲まで全部、改造して作っていきました、ね、山とは別ですけど。はい、これで、出雲型高中母艦出雲の紹介を終わります。